皆様。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今、実際お客さんとね、喋ってる動画を撮らせてもらったんだよね。そうですね。ほら、ちょうど行った時にはもう、めちゃ接触だよね。はい。いい人だね。いい人です。で、YouTube も見てくださってるので、うん、旦那さんの方が。うん、動画見てもらったら分かると思いますけど。じいかしちゃんですもん。ねえ、本当ですね。それは珍しい。いや、珍しいですね。今のご時世。で、嬉しいよね。最初の見積もりいたときに、YouTube で見積もり依頼して、ちゃんと提案がしっかりしとって、ああ、ここだったら大丈夫って。うん、私の仕事風景、多分なくないですか？ないないない。多分2本目だと思います。最初の営業動向は結構あったけど、うん、指導するもんで。はいはい、横でもう、育ったやつを見てるって、ないから。確かに。でも、もう安心して。ああ、本当に見とくだけみたいな。そう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 、本当にもう、ああって、なんかちょっと説明が足りないな。もっとこういう風に。次は水切りの色、シャッターボックスはシャッターボックスの色で、もう現状通りっていう感じでいいですかね。シャッターボックスの塗りの？シャッターボックスの塗りです。造形色で、もうこんな感じですかね。多分水切りは。そうですね。若干ラメっぽいので、仕上がりもちょっとイメージは変わりますけど、なるべく近い色で。はい、シャッターボックスは多分グレー系なんで、グレーっぽい色で、この辺の色で。大丈夫ですか？寒くないですか？大丈夫ですか？腰が痛いもん、余計ですよね。で、元が、はい、多分ちょっと裏面見てもらうとベージュっぽい色が元々の、こっち日に今焼けて黒っぽくなってるんですけど、元々ちょっとベージュっぽいような感じの色になってるんですけど、ね、何色にしますかね、今回。外壁の色は、ね、外壁の色か、真っ白かですね。そうですね、その方が合うと思うんで、はい、白かなと思ってます。じゃ白でいいです。サッシがもう小じるだれ、白の方がいいですね。そうですね。で、のっけん、あの、このベランダの下とか、この玄関の、はい、あ、それも、あの、合わせて白がいい。いいですかね、白で。はい。白だと、もう本当に白で、今これ比べるとこっちの方が白いんですけど、はい、N の90番、この色で塗ってきますので、まあ、はい、パッと見た目白ですもん。汚れちゃって、これで見るとちょっと色、ちょっとこうやって比べるとこっちの方が白いんですけど、もうこれ本当にパッと見た目は全然白なので、はい、こちらの白で N の90番ってお色で塗ってきますね。あと、あの言ってたハーフ板、あそこも白でいいですかね。はい、クリアですか？いや、違います。ライキベタ塗りしちゃう。ベタ塗りです。クリアで、クリアで見るんじゃないかね。築何年ですか？13年ですね。もうすぐなると。クリアの方がいいんじゃないですか？綺麗ですもんね。まだ耐えるちょっと全然綺麗ですね。色をつけちゃう。やっぱこの角とかがこうやって削れてるとクリアがこれ出ちゃうんですよね、どうしても。社長の意見はもったいないそうです。水切りも。ちょっと提案もあったんですね、クリアの話も出て。聞きましたけど。何色がいいかな。はい、何色にするんですか。決まりました今。22の 85B と 19の 50D なんで、ちょっと茶色と白っぽい感じの。ああ、ちょっとこの組み合わせで。うん、いいね。こんな感じで。もちろんあんまりじゃあ冒険しずにみたいな、はい、そうです、ま、守りを固めてくるそんな感じで仕上がってきます。あとベランダ防水やるんですけど、ベランダの床はグレーになるので、そこだけすいませんがよろしくお願いします。こっちこそしてやっぱこっちからこっちから体と体が体の方がついてくれた一応これで今お色決めてもらったので、はい、確認の方だけお願いします。はい、今回外壁が男性のクリーマルドフッ素で塗ってきます。で、22の 85B ですね、こちら。え、すいません、はい、白っぽい色が今の現状の白っぽいところで塗ってきます。カメラ回ってるんで緊張しますか？あまり気にしない。いつもこんな感じで、なんか今、奥さん、誰も言わんもんね。いつも、ギリ社長が来て、変な怪しいやつが、来て、来て、来て、腰痛いって言っとるし。一応、見たことないですか？旦那さんしか見たことないですか？はい、あ、ないですか？すいません。で、屋根が今回リリーフなどフッ素で塗料を使って、チェスナット、こちらの茶色っぽい、はい、濃い茶色ですね、はい。こちらで塗っていきますので、よろしくお願いします。あと二重部の方がトイだったり、泣き天ハフいたシャッターボックス水切り、はい、塗っていくんですけど、トイは白で、はい、で、泣き天も白、はい、ハフいたも白、はい、シャッターボックスと水切りについては現状色っていう形で記載させていただきましたのでお願いいたします。はい、あと、エアコンハウスのカバーがついてるんですけど外壁に、はいはい、あれも塗れるんですけど、外壁と一緒に
塗っちゃっていいか、まあ、塗らないでってことであれば塗らずに養生することもできるんですけど、基本的にはまあ劣化してるんで、外壁の色と一緒、まあ、目立たせるものではないので同化させるために外壁の色で一緒に塗ることが多いんですけど、多分他にもついてますよね、多分側面とか。そう、2階ですね。あ、2階は2階で壁にくっついてるところの色で塗ってあげてるんですけど、あのままだと多分塗り終わった後に結構あそこが目立つ、と思います。ちょっと取るときだけ取りづらいんですよ。ただまあパキパキパキってなるんで、薬丸屋さんが取るときに、まあ景観的には絶対塗って、うん、壁と同じ色で塗った方が目立たない方がいいじゃないですか。そうです、あんまり変に目立たせるよりは家の同色とかで塗っちゃって、壁は壁までで、多分下ちょっとがその基礎の部分は何もないので、はい、そこはあのまま、まあ、色変に塗っちゃうと逆におかしくなっちゃうと思うんで、もう壁までで合わせて同じ色で塗った方がいいかなと思うので、お願いします。はい、奥様が見積もりは旦那さんが見積もりで全部取られたんですか。珍しいですね、大体奥様がやる方が。あ、そうなんですか。で、大体女性の方がなんか大体金庫番じゃないですか。金庫番結構熱心にこう調べてたんで。ああ、マジですか。任せようかなと思って。ああ、任せようかな。変に言わずに。何社ぐらい取られたんですか。いや、他取ってないですか。あ、1社だけですか。はい。ありがとうございます。なんか YouTube 見て、はい、ただすごい気に入って。あ、こんな格好なんですか。今日私ご主人様に電話して、社長が来るかもしれないし、いいですかって言ったら、佐々木さんが坊主にされるのって言われて、ないです。マジですか。YouTube、 いや結構、ね、最近多いんですよ、YouTube 見てもらって、うん、でなんで YouTube 見てあんなふざけとるのに選んでいただいたんですかって言って、僕お客さんに直接聞いたら、偉そうにしてるから仕事はプライド持っとるんだろうなと思ってるからね。本当に仕事はもう本当にきっちりやっとるんで、もう本当に他社さんで手抜いてとかあるけど、もうちはもう結構ガチガチやって、もう今大変ですけど値段の下げ合いしとるんで、違うことやってじゃないですか、こういうことやって宣伝力をつけて、ね、お客さんもいっぱい来るんで、同じ利益率で仕事の量がそれで増えればできるじゃないですか。そういうことだと思います。奈良さん結構調べたんですよね。だから外に戻ってました。ああ、そうですね。でもうち一社っていうのはすごいですね。逆に嬉しい、ね、嬉しいですね。 YouTube 見て調べてくれて決めてくれて、そうそうそう、今なんかもう5社とか4社とか、ね、本当当たり前なんで。なんで今回はちょっとイレギュラーで、あのグループラインを作って、塗装の工程を毎日作業内容をまあ報告して、うん、あのやっていくっていう風なスタイルで、ちょっと一応控えになりますので保管の方お願いいたします。で、あとはもう内装の方ですね、ご挨拶だけさせてもらったら、あと着工のを待つのみになるんですけど、なんか不安なこととかあるんですか。洗濯物干せるかな、車止めれるかなとか。じゃあその辺チラッと話しちゃうの、はい、基本的には洗濯物もNGで、まあ車は1台止めれるようには足箱にもらうので、うんうん、あ、こんにちは、よろしくお願いします。塗り替え道場の佐々木と申します。はい、外壁の塗装工事を行わせていただくんですけれども、あの外壁の塗装工事を行うにあたって足場を組み立てさせていただくんですが、ちょっとここの入り口が狭いっていうのがあって、もし可能であれば資材を搬入するときに敷地の方を通らせていただけないかなと思ってお声掛けをさせていただいたんですけど、申し訳ないです、ご協力の方よろしくお願いいたします。はい、はい、一応組み立ては2日の日で、工事自体ちょっと防水の工事も入るので、まあ、約1ヶ月ぐらい、解体日の予定が一応2月の22日頃をめどにあの工事の方進めていくんですけども、また解体の日時が、全ての工事が完了して解体の日にちが決まりましたらお知らせにお伺いしますので、もしその際またあのちょっと多分敷地通らせてもらったりとかしないといけないと思いますので、すみませんがご協力の方よろしくお願いいたします。すみません、もし何かありますとフリーダイヤルの方も載ってますし、既に職人入ってますので、あのお声掛けの方いただけた対応の方させていただきますので、はい、はい、申し訳ありませんが、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。旦那さんいつ休みますか。土日ですか。水曜日、いや土日は仕事なんですよ。あ、逆に、まあ、じゃあ来るの。すまない、いいですか。じゃあ旦那さんに伝えてください。多分喜ぶと思います。あ、そうですか。ちょっといじってください。動画出てください。ちょっ
今日はこれで以上になりますので、はい、2月の2日、はい、朝8時から8時半の間には職人さん到着して、はい、作業の方開始していきますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、また当日顔出します。会社から近いんでちょこちょこ来るかすいませんけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。 YouTube 見てるけど勉強でずっと見とって、ね、そういう出てきて塗装とかも検索したら見ますよね。全然わかんないん で、はい、で勉強しようかなと、はい、いろんなのを見て、僕はいつもお客様に質問するんですけど、一応 YouTube 見て一で頼もうと思って聞かれてるんですか。でもあれなんですよ、僕は他のところに持ってないんで。あ、奥さんから聞きました。そうなんです。もう YouTube やってるところはそんなに会社に自信があるんで、はい、出なかったら、まあ、やらないんですよ、はい、叩かれるのは当たり前なんですね。仕事は本当あの、まあ、自信があるというか、まあ、でも結構ふざけれるじゃないですか。いや、まあ、そこは別にそういう商法もありだから何でもそうなんですけど、それが一個のきっかけとなれば僕はいいと思うので、 YouTube を見て僕みたいに社長の店にお願いするっていうのも絶対に中にはいいわけなんで、結構でもきっちりと前にふざけたやつが、あれはあれで、そのまあ、動画を楽しむ人が楽しむのがいいだけなんで、そういう動画もやり続けていいですか。僕はありだと思います。だからそれがきっかけで一件でも注文取れたら良くないですか。まあそうですね、僕は中出てるんですよね、多分ふざけとるけど、だから多分依頼してくれると思うんですけど、だから僕は安心してもここだけ決めちゃおうかなと思って。ありがとうございます。いい絵が撮れたわ。いや、貴重な意見ですよね。その人様であり、お客さんの意見っていうのは必要だと思うんで。いや、そうだ、ありがとうございます。よかった、できられた。私ですか。いや、でもちょっと営業やってみたいなと思いました。できねえ、あー、ちょちょ慣れですね。なんかもう、もうずっとこう行くところをずっとこう決まっとる感じですね。ただその色に合わせたお客さんに言うことがあったりとか、なので今のお客さんは完全に現状とあんまり変えたくないなっていう方だったんで、ここだったらもう現状職に近い方がいいなっていうので提案してるんで、随時質問があったら教えてくださいって言って。旦那さんともやり取りしよう。旦那さんは初回に1回会って、旦那さんのお友達の方が違うところで外壁塗装をした時に、職人さんから毎日その日の工程をもらったって、でそれは安心だからやった方がいいって言われたんだけど、塗り替え様やってくれるって言われたから、あ、やりますよって言ってグループラインに作って、まあ、通常だと写真を撮ってるけど観光時のお客さんに渡したりとかまとめてしてるんですけど、今回はまあ不安があるっていうことなんで、その不安を取り除けるなだったらっていうことで、職人さんもいるグループラインを作って、毎日職人もあの毎日撮って、そうですそうです、今日はここまでやりましたっていうのをやってくってなって、不安がってたところが一つ、まあ、安心に変わってくれたんで、そういうのもやっていくのもありかな。真面目な話はもういいんですか。足つぼやすね。いや、全然足つぼやすね。セコちゃんが足つぼをもう一回やってみないって視聴者考えてエロかった。そう、めっちゃよかった。でもあれは編集に悪意がある。あれはね、編集に悪意がある。いや、面白いよ。いや、めっちゃおもろかったですよ。みんなのところがあってさ、何回も何回も再生されて、自分のところ見て消したもん。見れんわと。よし、あー、そんな感じです。はい。はい、じゃあまた、ちょっと面白い動画撮ってきますんで。はい、うん。ちょっと真面目だね。こういうちょっと、経営的なこととか、こういう現場的なこととか、塗装屋さんとか、ね、職人さんが勉強になるような動画も撮っていきたいなと思ってますので、ぜひ、ぜひ、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いいたします。またねー。